今日はね本当に140回あっという間でしたね。1977年矢沢永吉がまだ27歳で、同じタイトル「トラベリンバス」、その当時127回やりましたライブ、今年が26回、この127と26、何これ。でもね、矢沢のおじさん26回頑張ってるね。もうツアーが決まってスタートする前、僕はねこの体に言いましたよ、おいやるぞ大将、本当に26回やるんですか。やるよ、お前もう決めたんだもん。そうですか、大丈夫ですか。大丈夫で、わかりました、もうボスついてきますので、っていう感じで、もうで今日24回目の夜です。皆さんどうもありがとう。矢沢バイブル。